ヘレン・ジョセフィン・マッツは、ウェールズ出身のコントラルト歌手、ミルフォード・ヘブンの生まれ。心理療法士としての学位を取得した後、ロンドン王立音楽院でキャロライン・ハチャードに声楽を学び、BBC 合唱団の一員として、研産を積んだ。1953年から読唱者として活動し、1955年のプロムスに登場して、名声を高めた。 1958年には、キャムデン音楽祭で、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルの、テオドラのデドモ役を歌って、オペラデビューを果たした。1964年には、ザルツブルク音楽祭に、リヒャルト・シュトラウスの、エレクトラに第一の自助役で登場し、またイギリスオペラグループのベンジャミン・ブルテンの、ルクレツヤの領辱のロシア公演にも参加した。翌年には、 コベントガーデン王立歌劇場のリヒャルトワーグナーのラインの黄金の公演で第一のノルミ役で出演し1971年まで同役で登板した1966年にはフレデリック・ディー・リアスの人生のミサを歌ってニューヨークでアメリカデビューを果たしている1985年に引退1978年には CBE を受訓している ペンブルックシャーにてボツ b a c h シャン t a t a s c o m ヘレンワッツ i m d b ハットジョンステインヘレンワッツはビチュアリーグラモフォンオリジナルの二千十二年五月二十三日時点におけるアーカイブ h t t p s スラッシュスラッシュアーカイブドットイズスラッシュ二零一二零五二三二二五三一七七スラッシュ h t t p w w w ドッ グラモフォン CEO, UK, クラシカルミュージックニュースアビチュアリーヘレン・ワッツ・コントラルト2017年8月31日、閲覧。ありがとうございます。